卒業は1990年1月12日から3月30日に TBS 系で金曜21時21時54分に放映されたテレビドラマ。平均視聴率は17.0%。短期大学の卒業を控えた主人公の就職、恋愛への不安と成長が描かれる。主演の中山美穂と仙道厚子は、 セーラー部区反逆同盟以来の二度目の共演である。木下香織、小沢のりこ、寺内優子の三人は、同じ女子短大に通う学生。来年春の卒業を控え就職活動中だが、その進度は決まらないままだった。長野県出身の香織は、両親から、卒業後は地元に戻り就職するよう言い渡されている。卒業後も東京にいたい一心で焦って、 就職活動をするが、自宅外通学な上得意なこともなく、年末になっても内定は得られていない。成績優秀なノリコは、難関である大手商社に内定した。しかし、仙台出身で、東京に一人暮らししているにもかかわらず、女の一人暮らしは、男連れ込んで乱れているという面接官の意向に沿う、ため、提出書類に偽って、自宅通勤可能と書いてしまい、 その嘘が露見したため内定が取り消されてしまう。自宅が東京の優子は就職活動はしているものの本当はアナウンサーレポーターになるのが夢。養成所に通うなど夢の実現のために積極的で地方へ行くことも構わないと思っている。同じ短大に通いながらも別々の学生生活を送っていた三人だがあるスキー旅行に参加したことがきっかけで行き投合。 就職活動を通して出会った男性とのそれぞれの恋愛も絡みながら、卒業までの三人の成長や葛藤が描かれていく。三つつぬ恋の始まりクリスマスなんて大嫌い。得意科目は背伸びと強がり恋の予習しましたか切ない加害授業恋にも追試ありますかついに、今夜あなたに告白。恋の自習は悲しい私、結婚します。信じてほしい、もう。 心を揺らさないで君の卒業式ほか、ありがとうございます。